それではまずはじめにカウボーイのハットから描いていきます。次に馬の胴体と縦紙を描いていきます。そしてカウボーイの体と馬にまたがる足を描き、そして馬の足を描いていきます。最後に馬の首と、そして手綱を握るカウボーイの腕と顔を描いて完成です。お待たせいたしました。どうぞ。